党を仕切った風格もない小沢一郎氏。国民民主党の小沢一郎氏は14日の BSTBS BS 番組で、今夏に衆参同日選挙が行われた場合、立憲民主党も壊滅的になる。このままの状況なら野党が立ち直れないくらいの壊滅的敗北になるとの見方を示した。ここで野党が壊滅的状況になったら、 自民党に勝てるのは半永久的にないと指摘。野党党一名簿の作成を含め、野党結集へ立憲の枝野幸を代表に決断を促した。同時に、旧民主党政権が約3年の短命で終わったことに触れ、国民に謝罪する用意があることを表明した。期待を裏切った。過ちは繰り返さないから、もう一度信頼してください。 そういう意外ないと述べた。小沢氏は旧民主党政権時代の2012年、消費増税を柱とする社会保障と税の一体改革に反対しりと民主党政権の崩壊につながった経緯がある。政府が3月分の景気動向指数について、基調判断をこれまでの下方への局面変化から悪化に引き下げた。 景気の動きを表す言い方の中で悪化は最も厳しいものでこの判断は6年2ヶ月ぶりだ。米中貿易摩擦、イラン制裁絡みの中東不安。EU 各国の同様と景気交代局面、ひいては経済動向に影響を与えかねない案件が動いている。景気交代の懸念が広まる中で7月の参院選を控える安倍晋三首相にとっては、 消費税再々延期を掲げ、衆院を解散して衆参同日戦に踏み切る上での大義となりウるとの見方は消えないのだ。小沢氏派根国会でも結集して政権打倒に迫れない野党を見ながら接し役案していよう。政策に見向きもせず、政局、党の衣替え、選挙ばかりに異常な執念を燃やしてきた小沢氏の裁きぶりは錆びついてきた。 選挙のたびに当選者を減らし、今や社民党、共産党をも当てにする惨状だ。壊滅しているのはご当人の方ではないか。自由民主党小沢一郎の風格を思い起こせば、国民民主党の小沢一郎とは格段に小さな感じさえする。過ちは繰り返さないから、もう一度信頼してくれと、ご出身の官流で愛合するのはいかにも虚しい。